西園寺藤二雄は日本の銀行家。西園寺家の第37代当主。1910年11月26日、東京府にて宮内省の官僚、西園寺八郎の三男として誕生。1935年、東京帝国大学経済学部を卒業し、日本銀行に入校。兄光一がゾルゲ事件に連座して拝着されたことによって新たに、 西園寺家の相続人となったが、1946年の父、八郎の死後、就職手続きは行わなかった。なお、家族制度は、翌1947年に廃止された。第二次世界大戦後は、日銀資金局復興金融課長等を務め、1952年に日銀を退職し、同年8月岐阜、相川義介が、 経営権を持っていた中小企業女性銀行の東取に就任。中小企業女性銀行が東都銀行に解消した翌年の1959年に東都銀行東取を辞任。その後は日西工業社長、会長を歴任した。終戦後、台湾のキールン港で中層等を船積みする労務作業をやらされたことがあったが、他の学生上がりの兵隊は持ち上げられない中で、 一人、西恩寺だけが、ラグビーや、陸上競技で体を鍛えていたため担ぐことができたと、いう。元老、西恩寺金持は先々代の西恩寺当主で、母方の祖父である。妻は、日西コンチェルン総帥相川義介の長女、春子。春子との間に二男一女を設けた。長男の西恩寺公友は、 早稲田大学理工学部を卒業後三井造船に技術者として入社、退社後父、藤尾の仕事を受け継ぎ、地球環境情報センター取締役に就任した。長女の西恩寺翔子は翻訳家。翔子の夫は建築家の渡辺洋。次男の西恩寺博夫は学習院、大学経済学部を卒業後渡米、ミシガン州立大学大学院に進学。 大学院終了後は帰国し、日本成功に入社。その後、恋平和財団の理事長に就任。疲労の妻は宗教家の西恩寺真美。ありがとうございます。